私はフレアトリノベロちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日はちょっとアクリル絵の具で電気フラップを作っていきたいと思います。初めてなんですけど、まあ最初作ったやつ動画も作りました。その動画を見たことがない人は見たい人は、まあ、概要欄にあのリンクを貼っていくので、もしよかったら見てくださいね。その後これを作りました。その動画もリンクを貼ってきます。これちょっと100均で買ったけどね。普通の缶、本当はね、あの貯金箱だよね。貯金箱だけど、これはなんか大きさはまあ入るかどうかは分かりませんが、まあちょっとアクリル絵の具で塗って穴を開けてランプを作っていきたいと思います。これはそんなになんかそんなに細かく作らない、細かくじゃなくてね、とりあえず背景はこんな感じね。で、これからはまあちょっと木を作る。で、こんな感じを、まあ、全部をつつく。こんな感じね。全部やる。なんか森ね、私森めっちゃ大好きです。森も海も好きです。なんか自然が好きだね。まあ星入れるか。じゃあ星も入れる。まずはとりあえずアクリルを終わった。終わってもう一回乾かして次のステップをやる。これを使ってちょっと穴をいろいろ開けていきたいと思います。ちょっとね、まあ、形が曲がってる。私初めてこれをやってるからわからなかったけど、ちょっと曲がってるね。それでも、まあ、最後までやる。
で、星のところにも穴を開けていく。とりあえず見てみましょう。ダメだったらまた穴を開ける。とりあえずこんな感じで下は取って、私のこのパナソニックの電気を使って、これはこんな感じなんだね。まあ、とりあえず、OK。まあ、じゃあちょっとこんな感じですね。今はこんな感じです。ハートだったけどね、もうハートにならなかったけど、まあこんな感じですね。電気を消して、どんな感じになったのか見てみましょう。まあもちろん今はそんなに、でもここに、カップルはここにいるね。カップルがここにいるけど、まあ特に形がないけど、大丈夫かどうか失敗かどうかよ、ちょっと分かんないけど、こんな感じね。それでも可愛いと思うんだね。じゃあこれは最初作ったやつで、これ2個目、海の中で、今はこれですね。本当はね、スペキャン、もう可愛かったかもしれないけどね、ちょっとね、電気のそのサイズは見つからなくて、シャシャシャーン。竹美の様、じゃあこんな感じですね。1番目、2番目、3番目、どれが好きですか皆さん。私ね、これは結構好きですね。結構好き。多分もっとアナね、ジュースを開けることができたらもっと可愛いと思うけど、まあこんな感じです。ということで皆さん、この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。コメントも本当に本当にありがとう、本当にありがとう。ではスタミゴーイス、バイバイ。